チベタンマスティフは中国チベット高原を原産地とする超大型犬その名が示すように俗にチベット犬とも呼ばれる希少種である。中国語では、クラあるいは、チベット犬となり、東方神犬の異名もある。チベット語では、と呼ばれている。体高66センチメートル、体重64から82キログラム。 主人への忠誠心が強く、外敵に対しては勇敢に戦う犬種である。そのため番犬、護衛犬、両犬に優れている。本種の外見上、特に首回りの毛の特徴から、獅子型と虎型にタイプが分けられる。なお、獅子型は、さらに毛の長い、王子子頭型と短い、小獅子頭型に分けられる。毛の色からは、主に黒色、赤毛、 金黒、灰、白、木から構成されており、尾の毛は長く巻いているため、中国ではその部位を、菊の花に例えられている。本種の疾患としては、大型犬特有の股関節形成不全になりやすい、ことが挙げられている。ジュゼッペカスティリオーネによる、エフルクから、チベット高原の牧畜民が牧羊犬や番犬として、飼育し、世界の大型犬、特にも、 ロシア圏の原種の一つと見られている。モンゴル帝国の初代皇帝であるチンギスハーンは3万匹のチベタンマスティフ軍団を引き連れて生成したと言われる。またマルコ・ポーロの世界の記述でロバのように高くライオンのように力強い声。凶暴で大胆と記述されている生物はチベタンマスティフを指していると考えられている。アレクサンドロス大王によってギリシャに さらにそこからローマに伝わり、ヨーロッパのマスティフの祖先となったとされる。19世紀初めに、チベットではほとんど絶滅したが、イギリスでは、国王のジョージ4世が2頭を所有し、ビクトリア女王にも献上されていた。中国では、国家第二類保護動物に指定されている。2006年には、中国公安部が警察犬の輸入依存対策として、 チベタンマスティフの採用を発表した。首周りの毛色に、注意2010年頃から、中国での価格は1匹10万元から1000万元も、する高額な犬種となっており、主に富裕層の間で人気化し、2014年には、史上最高額の1200万円まで冒頭して、世界一高価な犬と呼ばれた。特に、王子氏頭型という首の周りの毛が、 オスのライオンのように見えるものが好まれる傾向がある。北京周辺にいくつもの飼育場があるとされていた。しかし、2013年頃から価格の暴落、しつけの失敗による事件の多発、そして富裕層の没落が相まって人気は失墜しており、2016年には数百元でも買い手がつかない状況になっている。2013年8月には中国、河南省、 川市にある、人民公園内の動物園で、チベタンマスティフをライオンと偽って展示していた事件が、発覚した。ガッタカミケンクラテキカミナンローハ。当時も、h t t p v i e w n e w s 9 9 c o m z t 2 0 1 2 z y i n d e x h t m 2 0 1 8年4月13日閲覧。 チベタンマスティフやフーペット2012年9月23日閲覧、公安部、外戦部像、小生、経過多要件、中国網、http コロンスラッシュスラッシュ www.china.com、cn、チャイニーズ、パイシー、108万2199、htm2018 年3月15日閲覧、世界一高価な犬、約2億円で、 取引された、チベタンマスティフ。カラパイア。http コロンスラッシュスラッシュ karapai.com スラッシュアーカイブズスラッシュ 52158615.html2018 年3月15日閲覧。中国男性が、犬を2億円で購入、史上最高額化。 アフプブ、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a f p b b c o m スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30105822018年3月15日閲覧中国富裕層に大人気だった、チベット圏一時は高級車並みの価格、人気失墜で暴落、ただでもいらない、シンガポールカ事士。 レコードチャイナ、http コロンスラッシュスラッシュ www.reco rdc hina.co.jp スラッシュ h39665.html2016 年5月29日閲覧。大型犬をライオンとして展示、鳴き声で、招待判明中国動物園 AFP 通信、2013年8月15日、記事。 ありがとうございます。